プロジェクト758。みなさん、こんにちは。758学園所属2年 A 組の宮野渡です。私が生まれ育った七里の私のある宮宿の地は、東海道53次に数えられる歴史ある史跡です。今日は私たちの担任の堀川先生が、歴史ロマンあふれるこの七里の私の魅力を解説してくれます。それではお楽しみください。名古屋市名古屋城。この名古屋城沿いの堀川を下っていくと見えてくるのが、熱田区にある通称七里の渡と呼ばれる渡船場です。江戸時代、物の運搬には主に船が使われていました。この熱田の地は、木曽三川を下ってきた川船から伊勢湾を渡る船に物資を積み替える中継港としてちょうどいい位置にあり、また熱田神宮があったことからもとても栄えていたんです。熱田は名古屋に城下町が築かれるもっと前から栄えており、名古屋とは別の独立した町としてにぎわっていました。さて、ここ七里の渡し、宮の渡しとも呼ばれる熱田の宮宿から三重県の桑名にある桑名宿までのルートは、あの東海道53次で有名な東海道として定められていたんです。え？川が見えているだけで道なんてないじゃないかって？そうなんです。この七里の渡しは東海道唯一の海路だったんです。ほら、有名な葛飾北斎などの東海道53次の浮世絵で見ても、宮宿からは海路であることがうかがえますよね。ではここで一度桑名川に渡ってみましょう。はい、桑名川に着きました。ここは三重県の桑名に位置する桑名宿、東海道53次の42番目の宿場です。かの松尾芭蕉などもここから海を渡ったんですよ。おや、ちょうど宮宿へと渡る船が出るみたいです。私たちも海を渡りましょうか。風が気持ちいいですね。少し海上に出ただけで町の喧騒を忘れさせてくれます。さて、東海道の中でなぜ桑名と熱田の間だけは海路なのかと疑問を持たれる方もいると思います。当時も陸路がなかったということではないのですが、海路と比べて陸路の方が移動距離がとても長く、丸一日かかっていました。その点、海路だと天候によって前後はしますが、4から6時間で海を渡ることができたそうです。七里の渡しという呼び名からも分かるように、その海上距離は七里ありました。一里は約 4km ですので、約 28km ということになりますね。現代では干拓などによって海路が変わり、昔より距離自体は伸びていますが、それでも2時間半程度で渡れるようになりました。これぞ現代の技術の発展ですね。ちなみに旧東海道の全長である日本橋から三条大橋までは125里、約 500km ありました。いやー、それにしても昔の人々がこの七里の渡しを使って東海道を通っていたかと思うと感慨深いものがありますよね。つい一句読みたくなってしまいます。遊び絹ふぐ釣り兼ねて七里まで。この句は芭蕉が桑名から熱田までの船旅で読んだ句なんです。その船旅ではフグ釣りを楽しんでいたそうですが、結局フグは釣れぬまま熱田まであっという間についてしまったという意味だそうです。ただこの海路、
常に船旅を楽しむ状態であったとは限らず、そこは大自然の海が相手。天候が悪化することもあり、海難事故もしばしば発生していて、東海道の難所でもあったようです。おお、ここでまかないのハマグリが、桑名の特産ですね。いただきたいと思います。あれはその間、当時の宮宿がどのような感じだったのか、専門家の方にお話を伺いましょう。熱田の町というのはですね、熱田神宮という大きな神社がありまして、そこの門前町として栄えた一面と、それから東海道の宮宿、交通の拠点として栄えた一面がございます。文政13年という、1830年なんですが、伊勢神宮への参宮が大流行した年になっています。これはおかげ参りといって、日常生活を放棄してまで伊勢をお参りするといった現象が大流行した時なんですけれども、これは接待加護といいまして、旅人をですね、伊勢へ参宮する手助けをするということがすごくいい行い、功徳を施すということで熱田の町の人たちも行うんですけれども、その接待加護の様子を今度は馬の塔というお祭りの中で町の人々が再現した絵にもなっています。よくご覧いただきますと、この籠が、すごく小さな、作り物になっていることがわかります。で、この中に乗っている、旅人というのはですね、小さな土人形でできています。ですから、これはですね、実際の旅人を、使って、馬の塔を再現したのではなくて、おもちゃを使って、おかげ参りといった流行を、パロディ化して見せたものがこの絵になるというわけなんですね。このようにですね、普段の東海道の交通の拠点として宮の宿というのはにぎわったわけなんですけれども、この宮の宿からですね、実際に伊勢へ旅立つ人々が集まっている様子がこちらになります。で、これをご覧いただきますと、人々がですね、自分の出生地である、土地の名前、国の名前を書いた、傘をかぶって船に乗り込んで伊勢神宮へと、旅立っていく様子が描かれていますので、すごくたくさんの人がですね、宮の宿を通って伊勢へ向かったということがわかります。この絵からも熱田の宿っていうのは交通の拠点で、宮の渡しというのはすごくにぎわったということがよくわかるかなと思っています。なるほど、熱田という場所が当時どれだけにぎわっていたのかがよくわかりましたね。さて、熱田の渡船場、宮の渡しにある2つの建物、これは時の鐘と常夜塔といって、地元の人々の有志によって再建されたものです。時の鐘は徳川光友が旅籠の人々に正確な時刻を知らせるために作らせたものなんだとか。ちなみに鐘楼を失った本物の時の鐘は現在では名古屋市博物館が管理しています。お、船がそろそろ宮の渡しに到着するみたいです。太鼓に笛でお出迎えとは、これもまた風情がありますね。おや、ちょうどお祭りをやっていますね。ご覧ください、飲食店や和菓子などなど地元の名産が並んでいますね。今も昔も地元の人々がこうしてにぎわいを見せる場所があるというのは、なんだか心がほっこりします。今も昔も人々に愛される場所、七里の渡し。その歴史は古く、たくさんの人々を思いと共に渡してきたことが伺えました。皆さんも一度足を運んでみて、そんな歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。案内人は刀根健太郎でした。